水泳の問題でじゃんけん。じゃんけん。働かないとこの時間。最初はグー。じゃんけん。両方。基本デジカメ壊れてるんで。あ、壊れてるんです。たまに動いた時しか。おすすめ聞いてみます。はい。はい、大丈夫。拍手の拍手。いいですね。拍手のオーディオ。オーディオ。オーディオ。はい。行きましょう。成功がいいと思う人。たまにちょっとマスク取ってくれると嬉しいです。あーやばい、やばい、やばい。一回下がりますよ。なんか待ってる人いるのかなと思って。待ってる人いる。なるほど。いないかった。大丈夫。さっきこのとこで待ってる人いないと思っていたら、ま、後ろの人取らせてあげてくださいって言われちゃった。コンパニオンさんに言われちゃった。先方の伊勢の方から。いや、まあ、でもやっぱ後ろからってコナクの伊藤さんを取ったと。TCS とか今強調しました。カーリーのギャスだって正直に。もちろん強いですね。お願いします。ちゃんとずれていいか。そうそう、ちゃんとずれていいか。さっきの見せ方が違うかもしれない。そうですね、今回ルールいきましょう。はい、先ほど終わりましたが、リーチがありますし、ピッチャーが打席に入るということで、ありがとうございました。そして、大きく変わるのが、使用される球場のラインナップとかないの？ラインナップがあるかもしれないし、ないかもしれないし、まだ何も言われてないんですよね。あ、そうなんです。でも最後、時間がちょっとあるから、もしかしたらラインナップするかもしれない。ごめん、めっちゃアップなってた。めっちゃアップ。いや、欠かさなくて大丈夫。欠かさなくて大丈夫。かわいい。ありがとうございます。やばい。はい、そうですね。それで言うと、ジャッジは普通、それ以外の地域であったり、目立てが全てめちゃ強くおります。はい。その3人の番号もあります。結構違いはあるんですか？違うスタジアムと違う。そうですね、まあ、後でちょっと見るのがまた比較的に分かってると思うんですけど、ちょっとだけ、球場だと狭いですね。ちょっとだけ狭い。これはいい証拠です。